どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ですね、今回はタウンホール9の、クイヒーハイブリッドをですね見ていきたいと思います。ということでこのベースですね、もうもはやタウンホールが外出しなんですよねこれ。見ていきましょう。ヒーラー4体にアーチャークイーン、アーチャークイーン26ってことで、そこまで高く、まあ高いですけどね、タウンホール9で。そして、アーチャークイーンで、まあ今回ハイブリッドということで、やはり対空砲、そしてこういうウィズ島とか、そういうまあ諸々の施設を破壊していって、ゴーレムでサイドカット、そしてガーゴイルでもサイドカットして、ここにジャンプの呪文を打っていって、バーバリアンキングとかも確実に逸れないようにしてるんですね。そしてポイズンで援軍処理。で、ここでアーチャークイーンがちょっと、距離的に遠いんじゃないかなって思うんですけれども、アーチャークイーンが撃ったタイミングでバーバリアンキングがアーチャークイーンの方に向くので、遠くてもそこまで気にならないですね。そして、ラバハウンドをですね遠目から出すことによって、今ご覧のように対空爆弾を回収しながら行ってますね。やっぱり対空爆弾バルーンに当たってしまうと強いんですけれども、やはりもうラバハウンドとかに当てれば全然強くないんで、それでこんな感じでもう回していくということで、まあそうっすね、タウンホール9で今ある編成はハルバフさん何ですかね。タウンホール9の編成、はい、やっぱりゴウィーバーですよ。ゴウィーバーですか。ゴウィーバーとか、まあ、あると思うんですけれども、やはりこういうちょっと特殊な、編成っていうのも最近本当に流行ってきてるので、ハルバフさん、タウンホール9はやっぱ楽しいですか。タウンホール9は実際いろんな戦術が、はい、楽しいと思いますよ。ああ、なるほどなるほど。ということで、まあ、今回はハルババさんと今一緒にいるということでね、まあそうなんですよ。まあ皆さんもですね、この編成ならヒーラー3体ですねできると思いますので、タウンホール9の全開プレイヤーを目指している方、やはりクランの中ではすごい大事な存在となるので、タウンホール9の方はぜひともこの編成を覚えてやってみてください。まあ、練習するのはね、ちょっとマルチで練習するのもいいと思うんですけど、やっぱマルチでできてクラン戦でできないっていうのも多いんですよ。なんでもうマルチで練習しまくってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ハルパパさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。